ミロスラバ・レスコバは、チェコスロバキアの陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックの金メダリストである。プラハ出身。レスコバは、子供の頃には、バレエとリズム体操を行っており、運動神経に優れていた。学校に通っていた時、クラスメートが陸上の総高跳びの試合に出場するはずだったが、 そのクラスメートが病気のため出場できなくなり、代役として出場した試合でレスコバは優勝してしまう。13歳の時のレスコバの総高跳びのベスト記録は1立方メートル3であった。レスコバは1968年に大きく注目されることとなる。この年の初めまで自己ベストは1メートル66であったが、室内のシーズンの頃には1メートル70まで、 自己ベストを伸ばすと、同年のチェコスロバキア選手権を1メートル82の高記録で優勝し、メキシコオリンピックへの出場を果たす。メキシコでは競技の合間にユーモア小説を読みリラックスしながら、1メートル82で金メダルを獲得した。翌年のアテネで開催されたヨーロッパ選手権でも優勝したが、これ以後レスコバが表彰台に上る活躍をすることはなくなる。 1971年のヨーロッパ選手権は5位、1972年ミュンヘンオリンピックは15位、1974年のヨーロッパ選手権でも5位であった。1977年にソ連のタリンの大会に出場したのを最後に現役を引退した。デスコバの身長は1メートル69で、そう高飛びの選手としては非常に小柄な選手であった。また、 非常に視力が弱いというハンディキャップを追っていた。レスコバーはジャンプの度にメガネを外さなければならず、彼女の目には、バーはいつも霞んで見えていたという。ありがとうございます。